どうも赤星赤崎赤星マシマシ TV でーす。おいー、さあ今回はあのタクメンね、遠くのお店でも絶対に取り寄せることができるという加盟店の中から麺焼き龍さんを選んでおります。お、初めての利用ということなんですけども、こういった試みも、はい、初回ですが遠くのお店と言いつつ川口のお店です。いや、食べに行けばいいのに。いやいや、東川口ちょっと遠いんでね。あ、そうっすか。なんとこちらですね、実はラーメン二郎出身の方だったんですね。あ、なるほど。ここ知らなかったです。あ、こういった説明書きもあって。そうなんですよ、目黒にちょっと似てるということでね、そう作っていきましょうね。使うものはこちらですね、よく見て。はい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 、ね、ニンニクの量がすごかったけど。開封からいきますよ、開封からね。冷凍された、そう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 、油豚入りね、うん、冷凍スープ、これ豚も入ってるんだけど、そのままね。そうそうそう、お手軽だね。湯がいていきますよ。そしてね、キャベツなんですけども、やっぱ野菜はね、7対4で、ね、やってもらってえ、多分背負でしょ、これ。これ私です。あ、そうなの。私どうぞ。あ、背負うんです。なんで背負に見えたんですか。あれ、ちょっとあの、それが黒かったんで。あ、なるほど。あ、そういうこと。赤いシャツ、あ、まくってるからね。いや、そうそうそう、ニンニクはね、16片使いますよ。はいはい、ね、16片使います。はい、今年はね、あのミキサーを欲しいということで目標にしておきますけど。いや、買えばいいよ、ニンニクミキサー。目標じゃなくて、ミキサーなんかニンニクの匂いがすごいついちゃうからさ。確かに、それにしか使えない、それにしか使えないんですよ、買いたいね。さあ、そして野菜をね、ちょっと茹でていきます。い、もやしを2袋とキャベツ半玉の半分の半分を入れまして、うん、それいくつだ。そして、麺をね、煮ていきましょう。スープはある程度ね、解凍したら熱湯の器の方にも入れちゃってね。あ、なるほどなるほど。そう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 、はいはい、これがもう冷めちゃうと全然美味しくないんでね。あ、やっぱこうやって温めましていきましょう。はい、そしてスープはね、切り口がちょっと見当たらないんでね、ハサミでしっかりこう、はいはいはい、一回切りつけておくのがいいです。あ、はいはい、ええ、豚も入ってて。そうなんですよ、この辺りになると結構手ベタベタしてくるんでね。あ、さあ、いやいやいや、だいぶ樽逃げたけど。危なかったな、危なかった、危なかった。全部こぼすところだった、ね、シンクに全部いくところでしたけどね。最後はこんな感じです、はい、ね。そして麺もシャバッと出していく。さあ、ちゃんと湯切りするよ、はい、湯切りがめっちゃ大事だってね、あの海老名の中村屋さんも言ってましたから。あ、そうなの。あと天空落としで有名な中村屋さんも言ってましたから ね、はいはい、ね。さあ、そしてやっていきましょう。この麺量なんでね、一袋をこうカップルで分け合って一緒に食べても美味しいんじゃないかみたいな。カップルであんま二郎系食うの聞かないけど。いや、そうかな。まあ、そういった方もね、そうそう、いけるよと。そう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 、宅麺だからこそ、さあ、これあわ、だいぶ来ました。ね、マシマシだな、これは。ニンニクは外側にへばりつかさせていきますけども、これ店じゃできないくらい多くないですか。まあ多いっすね、この量はね。最後にね、背脂をいきますけども。あ、上からね。そう、先ほども言いましたが、あの袋の外側もやっぱちょっとベタってしてるんで。あ、そうなんだ。これあの準備に孫つくとかなり狼狽しますんで、はあはあ、気をつけてください。さあ、来ました、こちらです。ニンニクの粒の粗さに目がいくけど。やっぱ粗いっすよね。器100円ショップのものなんですけども、はい、十分このようにね、素晴らしいもの。いや、でもものすごい見た目いいっすね。いいっすよね。で、豚はね、一回こうスープに入って避難させて、で、はいはい、再度盛り付けていく。なるほど。そしてですね、ニンニクチューブとかで絶対妥協しない方がいいですよというのを一言言っておきたい。そのものを使えと、絶対買ってくださいということです。なさあ、来ました。しかも自室でリビングじゃなくて自室に。私の部屋です。多分これ初登場なんじゃないですか、うちの部屋。あ、そうですか。あ、なるほど。多分だけど、はいはい、豚ほのかにね、返しが染み込んでまして、食感がね、なんとサクサク豚なんですよ。サクサク豚なんだ。これ一回冷凍を戻してるっていうのがちょっと特徴に入っちゃってるのかもしれない。タクメンならではの食感というか。おとととととと、危ないな。おとと、奇跡的に一つも落とさず。奇跡起きたな。奇跡起きました。今回30分ね、茹でたんですけど、フチマル的なクタ野菜目指したんだけど、これでもまだね、あのクタが表現できませんでした。30分いったんだけど、なかなかだね。なかなか似てんだろうね。うん、てか桐生の野菜に合わせればいいのにね、フチマルで例えていきますけども。桐生を目指せばいい。いや、まあ一回しか言ってないんですけども、うん、あの桐生のつんざく返しの強さは思い出させるスープでございました。なるほど、はい。さあ、そして今回麺は茹で時間4分にしたんですが、うん、ちょっとやっぱ初めてだったんでね、うん、火を止めた後にちょっと起きすぎちゃって、あー、ちょっとごわっとしたと。いや、逆につるつるふにゃふにゃな感じになっちゃってたのがもったいなかったかなっていう。あー、もっと逆に肩ごわにしてほしかった。あー、はいはいはい、茹ですぎ注意ということで、はい、ございますね。さあ、そしてニンニクですね。いや、もうニンニクがえぐいな、これ。すでに皮むきされてるものね、さっき使用しましたけど、辛さや風味がちょっといまいちだったかなというね。これは多分そのものっていう。そのもので言ってるんだけどね、やっぱ
国産の一番すごいニンニクを買えばよかったなっていうのは、あそこもちょっとこだわって、うん、こだわってばよかったかなっていうね。そう、でまあ綺麗のスープはあのニンニクあると引き立つんでね、はいはい、確実にともにはお願いします。はい、そこだけはニンニク欠かせないと。欠かせません。欠かせない。ええ、まあ送料1000円超えてきてるんですが、うん、移動費とかを考えたらね、うん、これ家で食べられるしいつでも食べられるし、うん、これありだな、やっぱり宅麺は。ああ、じゃあ結構送料も惜しまないでいいと、惜しまずに行っちゃってくださいね。ただシリーズ第一作は会員ということでごっつぁんでした。なるほど、普通を二重にしてます。二重にしますと溢れちゃうんで、ええ、気をつけてください。さあ、これステータスを、はい、見ていきますが、セルフが多いですけども 86.2 ということで、おー、なかなか。でもまあ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 自分でどうとでもできますからねまあね、うん、まあ、麺とかはね、まあ決まってますけど。そうですね、はい、まあ、でもあえて言わせていただくと、はい、これね、野菜入れすぎるとね、はい、やっぱその卓上返しがない分、うん、調整ができないんで、俺野菜入れない方が美味しいんじゃないかなっていうのは。あ、そのものの味を。そうそうそう、実は、うん、俺次宅麺やるときはちょっと野菜抜きにしようかなと思ってます。マジで？はい。いや、返しを買えばいいんじゃない。いや、だって返しってだって桐生のブレンドの返しだから。あ、まあ、そうか。そうそうそう、そうなっちゃうか。うん、醤油じゃダメだしねっていうこだわりもあり、ね、あ、そう、次の宅麺からちょっと野菜はなしか少なめでいきたいと思いますが、あ、まあ、桐生さんのね、この美味しさ、この袋に詰まった美味しさ自体はもう100ということだったんで、うん、なるほど、こういったことも今後していくということですね。していきます。はい、ということで今回はごちそうさまでした。はい、thank you.